当に嫌だよね、もうね。もういつまでたっても嫌なのはね、変わらない、本当に。もうずっと嫌だ。もうね、今回もね、悲しいことに、残念ながら、もう嫌な事件をいっぱい見つけてしまいました。でね、本当この見つけちゃったのをやっぱりね、人に言わないってのはね、罪だと思うの、僕はこれはね。というわけで今日もいろんな悲惨な事件をね、皆さんに紹介するので、泣きましょう、一緒に泣きましょう。というわけで、まず一発目の事件、これですね。これは手紙をヤギに食べられて落ち込んでるアンジェラアキですね。背景15の君と手紙書いたのにヤギに食べられて落ち込んでるアンジェラアキです。これは悲惨ですね、これはね。で、これは遅刻した江頭2時50分です。これ悲惨ですね、これ。もうこれ3時40分の1だから、これもう江頭2時50分遅刻しちゃったんだ。これ遅刻一番ダメってよく先生言うからね、本当にね。で、これは電波の階段でシンデレラ城に向かおうとしてるんだけど、電波1本足んなくて、電波弱くて、シンデレラ城にたどり着けなかったシンデレラです。これわかります、これ電波がもう1本あったら、これ階段登ってきたんだけど、ちょっと2本しかなくてシンデレラ城にたどり着けなかったの、このシンデレラ。悲しいよね。で、まだありますよ、これはね。これはスマイル島のマック赤坂なんだけど、スマイルの値段が0円であることを知って、もうなんか逆に笑えてきちゃって開き直ってるマック赤坂です、これね。ずっとスマイルって言ってたのに、なんか0円なんて言われたらもう笑うしかないよね、もうそんなこと言われたらね。ということでね、これ生き物係専用のエレベーターです、これ。生き物係専用のエレベーター、他の人乗っちゃいけないっていうね。これは難しい。これ AL2O3 ってあるんだけど、これ何か分かりますか、これ。分かんないよね。分かる？分かんないよね。これ宝石の化学式、ルビーっていう宝石の化学式なので、ルビーってもらうとなんかちょっと幸せな気分になるじゃん。だからこれは幸福の化学です、これ。幸福の化学です。というわけでね、今日はまあこれだけでね、済んでよかったと思ってる、本当にね。まだね、悲惨な事件がもしもあったらね、また皆さんに紹介したいと思います。はい、というわけでね、終わっていいかな、終わっていいかな。ちょっと僕トイレ行きたいから、ちょっと、じゃあね、綺麗、早く。嫌ですよね、本当にね、嫌なんですよ。もうなんかもう何回目だって話なんですけどね、ちょっと始まりこれから嫌ですよねで行きます、本当にね。だから統一した方がいいかなって思い始めたから、嫌ですよねっていう始まりがいいと思うんだけど、どう思いますか、どう思いますか、嫌ですよねで。いや、はい、すいません。本当に嫌な事件がね、多いのよね。まずこれね、これは壊れかけのレディオがついに壊れて、ラジオの買い替えを検討してる徳永英明で、これもう、ああ壊れちゃった、壊れかけのってずっとなんか何十年も経ってたけど、ついに壊れちゃってどうしようって悩んでる徳永英明。やだよねーねっていうね、これもやだよねっていうのもなんか固定した方がいいみたいな。これもなんかいろいろとなんか模索してる段階なんだよね、まだね。はい、これはこれは今宵の月のようにを歌おうとしたら、新月で絶望していく入れ貸しの宮本で、これ月出てねえじゃんみたいな感じで、もうほんと頭抱えて、ああみたいな、それ嫌だよねってね。これはワールドカップのコロンビア戦の2点目をナビタイムが案内したらこうなったっていう。ナビタイムこういうのも案内してくれるなっていうね。これジュディ&マリーね、これわかる、ディズニー。ジュディ&マリーくだらないね。はい、これはニューヨークヤンキースに入っても仲間から敬遠されてる松井秀喜、ね、高校野球時代ならまだしも試合以外のところでも敬遠されちゃった、やだよ ねこれは2人で写真を撮ろうって言ったのに、野次馬が集まってきて内心切れてるスーパーフライで、これ2人で撮りたかったのがみんないっぱい行っちゃったみたいなね。これ無茶振りをするザードね、これもう無理でしょみたいな。無理なのになんか無茶振りしてくるザードね、これね。これはドーハの悲劇と行動派の悲劇ね、これ226事件、行動派が動いてやられちゃったってのと、あとこれドーハの悲劇ね、これね、ダジャレだね、もうね、本当にね。これ飛ぶ場所間違えてる高梨沙羅ちゃんね、これ飛ぶ場所間違えちゃった、もう何でもいいんだ、ジャンプってついたらね。でこれは手紙を書いたのにヤギに食べられて絶望してやられてないせっかく書いたのにみたいなね。はい、なんでもう一回出てくるんで、終わりでーす。
終わりだっつってんだよ。やだよねーってね、もう今ので嫌でしょねえ。本当にね、もう嫌な事件がね、もう多いのよね。ちょっと普段使わない声出したから、ちょっとなんか疲れた。普段この声なんだけど、やだよねー、なんか無理しすぎるのも良くないね、本当に。やだよねっていう、そういうのコンセプト、コンセプトなんですよ。ちょっとお茶飲まして、今の変なところから声出したからさ、前置き長すぎだろ。やだよねってことで、あの嫌な事件がね多いわけなんですよね。というわけでね、あのまた調べてきたから、どんな嫌な事件があるのかっていうのを調べてきたんで、見てってね。というわけで一発目がね、これね、あのこれはあののび太からあのジャイアンにボコボコにされた、助けてよって言われて、その後やらなきゃいけない手間を省くために、あらかじめジャイアンをボコっといたドラえもんで、これ後から来る面倒をもう初めにもう目は潰しちゃおうと、もう最初にジャイアンをボコしとけばもうのび太も大丈夫だろうと、そういうことであの凶暴化してるドラえもん、やだよねってねことで、はい、疲れたな。ごめんな、1枚しか言ってないけど疲れたな。はい、次ね、あのこれは食い逃げをする非常識な非常口ね、これもう食い逃げしちゃった非常口ね、非常識だねこれで、これが本当の、ゴーストライターってね、これゴーストライターね、これが本当のゴーストライターだからね、もうあの他のあれ違う、あれ偽物、あれね、あのサムラゴーチは無実です、サムラゴーチは無実です。何年前、あれ何年、もうだいぶ前だよね、サムラゴーチは無実ですね。ゴーストライターっていう、はい、そういうことですね。はい、でこれはあの天皇があの神だと思われてて、あの天皇は絶対に死なないって思ってた人が書いたカレンダーですこれ。昭和92年って、ね、いつまで続くんだって、天皇神だと思ってた人がね、あの書いたカレンダーですね。はい、であのこれはあの嫁入りジャイアンツですこれ。嫁入りジャイアンツね、これはね。ジャイアン結婚しちゃったって、ね、今日ジャイアン2回目なんで出てきたのね、これ。あの僕をちょっとあの結婚するのにこんなこと言われたらもう大丈夫なのかっていう、やだよねってね。で、あのこれ、あのこれアーチャリーとチョコレート交渉です。チャーリーとチョコレート交渉、ノンノン、アーチャリーとチョコレート交渉だから、これはね、もうあんまり触れないでおこう、これは。何があるか分からないから、今あれだからね。というわけでね、嫌な事件がね、終わった、いっぱいありました。ほんとね、嫌な気分になりましたね。というわけでね、まだどんどん嫌な事件があると思うんで、そのたんびに報告しようと思います。どうもありがとうございました。皆さんね、あの引きこもりの実態って知ってますか？引きこもりの実態ってね、知らないでしょ。というわけでね、今日はあの一般人と引きこもりの違いっていうのをね、あのどんどん紹介していくんでね、皆さん引きこもりについて理解を深めてください。じゃあまずね、まず1日の行動についてね、一般人と引きこもりでどう違うのかと、まずそこから説明していきますね。まず一般の人は、まあ、あの会社や学校に行ったりね、家でのんびりしたり外で遊んだりとね、まあ、こういうね、まあ、健康的な生活を送っているわけなんですけども、あの引きこもりはどう生活してるのかって言ったら、あの布団とトイレの往復で1日が終わるんですよね。これね、あのルンバと一緒なんですよ、これ。あのなんか用事があるときは外に出るけど、すぐに巣に戻ってチャージしちゃうっていう、これもうルンバと一緒、ルンバと一緒の行動をしている人が引きこもりだと、そう理解してくださいね。で次、あの食料調達をどうしているのか、食料と調達を一般人と引きこもりでどう違うのかって話なんですけど、あの一般の方は普通にね、リビングで食べる、まあこれ当たり前ですよね。で、あの引きこもりはどうするのかって言ったら、あの深夜に物音を立てずにリビングに行くっていう、あの冷蔵庫をこっそりバレないように開けに行く、あのステルス機能が備わってますから引きこもりにはね、ということです。次ね、あのインターホンが鳴った時の反応の違いなんですけど、あの普通にインターホンが鳴ったら、あの一般の方は普通にね、あどちらで様ですかって普通に応対するって、これが一般人なんですけど、あの引きこもりにとってのインターホンはもう空襲警報ですからね、これもやべえ敵が来たって感じで、もう布団の布団という名の防空壕に急いで駆け込むっていうね、
それが引きこもりの生活ですけども、引きこもり戦争ですから戦ってるんですね。でね、小学生にもね今引きこもりって多いらしいんですよね。で例えば夏休みに絵日記の宿題とかが出た時にねどうするのかってことなんですけど、普通のね元気な小学生はね旅行に行ったり虫捕りしたりね、なんかバーベキューとかそういういろんなね毎日ね色とりどりのね絵を描けるわけなんですけど、引きこもりの小学生は40日間毎日自分の部屋を描くっていうね、もうだからもうずっとコピーしていれば宿題が終わるから、そういう引きこもりはねお得なところもあるんですよね。でね、普段ねそう夏休みみたいな時間がある時、普段引きこもりは何を考えてるのかと、それ気になると思うんですけど、普通の人はね、まあ人間関係とかね将来のこととか趣味とか、まあそういうことをいろいろ考えてるわけなんですけど、引きこもりはもう何もかも諦めてますから、もう一瞬待ってなんか宇宙についてずっと考えてるんですよ、もうね、もう、まあ、この宇宙の広さに比べたら引きこもってることなんて些細なことだな、大したことないやってね、もう大いに大したことあるんですけどね、もうことの重大さをね宇宙を利用して、ね、現実逃避しようとするんですよね。でね、引きこもりでもね昔は勉強できたみたいな、そういう引きこもりも多いんですよ。で、例えば英会話ができる引きこもりとかね、そういう引きこもりはどうしてるのかっていうと、普通の人だったら外国人のねお友達を作ってね話したりとかして英会話のスキルを高めるわけなんですけど、引きこもりは海外の掲示板を荒らすっていうね、もうひたすら海外の掲示板でもうなんか英語で荒らしまくって、アメリカの掲示板にねアンチスレッドが立てられたりとかしてね、家にいながら国際問題を発展させることができるっていう、そういうのが英会話が話せる引きこもりですね。というわけで最後に引きこもりあるあるを1個言って終わろうと思います。工事現場の音にやたら切れやすくなる。出したー。